はい、どうも、こんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日はね、またバイク用品のご紹介を一つね、してみたいなと思います。まあ、僕結構ドラレコのね、ご紹介を、何回かやってるんですけど、一番ね、僕最初に買ったのがこの、メーカー名がね、ちょっとわかんないですけど VSYSTO、 なんて読むんかな、これいつも思うんですけど、これね、P6F っていうね、やつを、買って、で、なんていうかつけてたんですけど、これがね非常に優秀な、ドライブレコーダーですごく気に入って使ってました。まあその紹介をね、してましたら、そのメーカーさんからねお声掛けをいただいて、今ね、バイクにつけてるのはこれ F2 と同じメーカーさんの F2 ってやつをね、つけてます。まあ P6F の方はどちらかというと、まあモニターにはまあ画面が、液晶画面がついてて、ただ画面サイズすごくちっちゃいんですよね。で、前と後ろのカメラがあるんですけど、これは本当に綺麗な映像が撮れてました。で、ただまあ本当のドライブレコーダーそれだけっていう感じだったんですけど、 F2 ってやつはね、次はまあいろんな情報画面、オプションでつけるとタイヤの空気圧が分かったりとか、空気圧が減ったりとかしたら警報が出てくるね、警告が出てくるとか、すごく多機能なね、こうドライブレコーダーと、いうことで、それも紹介依頼を受けてね、皆さんにご紹介をしました。で、今回はね、その P6F ってやつの、なんていうかな、FL っていうバージョンで、P6FL っていうバージョンで、モニターレスのバージョンね、になってます。それをねちょっとね、ご紹介依頼を受けました。これね、ちょっとメーカー名がね、メーカー名というか同じメーカーさんだと思うんですけど、モトカムっていうね、これはまあ読みやすいね、モトカム、というね、ところで、多分同系列の、製品名だけ、ちょっと製品に対してのメーカー名だけちょっと変えてるのかもわかんないんですけど、そのモニターレスのね、ドライブレコーダーじゃん、これ、ね、こちらの方のご紹介依頼を、受けたんで、これね、モトカムって書いてるでしょ、ここね、ピント合ってますか、ね、こういう風なやつなんですけど、これをねちょっとレビューしてみたいなと思います。P6F のやつね、今 F2 をつけてるんで、P6F もね一緒につけて、でさらにこいつもつけて、画像の比較とかしてみようかなと思ったんですけど、多分ね、今売ってる P6F と僕が買った時、僕が持ってる P6F も多分ね違うんですよ、性能は、画質とか、なんていうか同じ製品名でね、なんていうかな、中華メーカーに多いと思うんですけど、同じ製品名でどんどんこう機能をアップグレードしてね、2021年度版みたいなのね出してくるっていうね、だから機能がもう変わっちゃってるんで、あんまり参考にならないと思うんで、とりあえず今僕がつけてる F2 と、今回のこの P6FL っていうねやつの画像はね、後で見ていただこうかなと思います。とりあえずね、こいつの中に入ってるものとかね、そういうのを紹介していきたいなと思います。はい、じゃあね、開封の方していこうと思います。とりあえずはね、これさっきも見ていただきましたが、ここのところ見ていただくと、大体主要なこうスペックみたいなのがね、書いてくれてると思うんですけど、主な特徴としてはやっぱりソニーの、カメラのセンサー使ってるっていうところが特徴の一つですね。で、これドラレコの中でもソニーのセンサー使ってますよって書いてるけど、結局、ソニーのセンサー使ってるだけではね、なかなかね、なんていうかな、高画像になるかって言ったらそうでもないんですよ。やっぱりソフトウェアもちゃんと、多分レンズとかその組み合わせのところが重要で、多分このメーカーさんのやつはね、僕ずっと使ってるんですけど、非常に画質も綺麗で、なんていうかな、製品としてすごい完成度が高いなと思ってるところです。だからいろいろドラレコね、選ばれる中ではソニーセンサー使ってるっていうだけをね、だけで買うっていうのもあんま良くないっていう感じなんですけど、一応やっぱりソニーセンサー使ってるっていうのはね、一つの売りなんで、ソニーセンサーの売りの一つはスタービスっていうね、夜間もすごい綺麗に鮮明にこう明るく撮れる技術がセンサーの中に入ってるみたいで、本当に明るく撮れるんですよ、綺麗に。だからそれは本当に売りの一つですね。
で、あとはね、これはGPS のセンサーがレスの分です。入ってません。ただ、オプションで、また概要欄の方にも載せときますけど、あ、これもね、概要欄に Amazon リンク貼っときますけど、オプションで、GPS のセンサーをつければ、GPS 機能もつきます。で、GPS の機能って、地図上に自分の位置、どこで記録したかっていうのを、ポイント落とせるっていうのもポイント、一つの売りなんですけど、一番はね、僕前から言ってるんですけど、GPS の衛星の電波拾うと、時刻が自動補正されるんですよね。で、やっぱり、正確な日時を映像と一緒に記録してくれるっていうのはドラレコでね、やっぱ事故とか何かあった時のためにつけてるもんなんで、すごく大事だと思うんですよ。だから、GPS のオプションはできればつけて、追加でね、買った方がいいと思います。だから下にまた概要欄に載せとくんで、また見てください。GPS のセンサーね。で、あとは、メモリーカードが最大256GB まで、クラス10の、メモリーカードのに対応してます。だからどのくらい取れんのかな。僕の F2 で多分半月、1ヶ月は持たなかったかな。まあ1日に例えば僕なんか通勤で毎日乗るんで、通勤でだいたい1時間半から2時間ぐらいは多分毎日撮ってると思うんですけど、多分僕256入れてたんかな。で、多分256入れればね、かなり長期間の映像が撮れると思うんです。僕のそういう頻度でも多分1ヶ月くらいは多分撮れるんじゃないかと思うんで、なんていうかな、非常にこう、なんていうかな、なんていう、でかい容量に対応してくれてるっていうのは非常にありがたいですよね。あとは特徴はね、あ、そうそう、モニターレスなんで、スマートフォンね、スマートフォンで、アプリ、専用のアプリがあるんで、それを接続してね、Wi-Fi で接続して、設定、この中の機械の設定とか、アプリでやる感じになります。まあ、それがね、ちょっとまあ、手間に感じる人もいてるかもわかんないんですけど、モニターレスの、方を選ぶ人っていうのは、多分シート下とかに本体をやってしまってね、常時、ミラー代わりに、こう、なんていうの、後方確認代わりに使うっていうことはもう、省いて単に記録したいっていう人だと思うんで、特にまあ、そんなしょっちゅうね、設定いじることもないんで、全然問題ないかなと思います。ちょっと開けていきますね。もう一回ね、ちょっと開けてね、中、様子は見たね。わかんない。本当にシンプルなんですよ。ちょっと梱包はね、もう、コードとかは外しちゃったのもあるんで。まあ、開けるとこんな感じで、本体が入ってます。これが本体です。ね、本体。ね、もうだから、何もないですね。これだからメーカー名がね、これさっき言った元カムってなってますけど、これいつもの僕使ってる VS、なんだ、VSYSTO ってね、書いてますんで。まあ同じメーカーさんですよね。で、ここに SD カードを入れるところがあります。これもゴムでパチンとやってるんで、基本これだけでも水そんなに入ってくることはないんですけど、まあ心配な方はちょっとね、テープか何か貼っといてあげた方がいいと思います。で、ケーブルね、まあ、4本出てますけど、フロントとリアね、カメラが、フロントの方だけこうね、書いてくれてますね。で、赤いのが電源ケーブル。で、青いのが、緊急のこの録画してるファイルの保護とかをこうするボタンがあるんですけど、それをつなぐね、ケーブルになります。GPS に関しては、GPS のユニットを買うと、電源ケーブル、からね、二股に分けるケーブルがね、ついてるんですよ。GPS のユニットの方に。で、そこで電源とそこから分岐して、GPS のアンテナに行くってね、感じの、こう、仕組みになってます。まあ、本当に簡単ですよ。あと、一応、この上のところに穴が、ついてまして、こういう風なね、アダプターがついてます。これはまあ両面テープなんですけど、一応ネジ穴も切ってるけど、バイクにネジで止める人あんまいてないと思うんで、
あの、なんていうか、ボディとかにね、まあ、うまく止めれる場所があればいいんですけど、まあ、両面でしょうね。で、こういうふうにスライドして取れるやつがあって、ここにネジでね、あの、本体こうやって、つける感じになります。だから、つける場所ね、ちょっと、あの、なんていうかな、こうやってここへスライドして入れたら、こうまあ、シート下につけるしてもこんな感じになるんで、まあもう僕の場合は P6F もシート下に一回入れてたことがあるんですけど、もうこのままあの入れてました。ちょっと傷ついたりするんで、まあ、気になる人はちょっと保護にね何かこう巻いてあげて、やればいいと思うんですけど、これ使わなくて もうこのままでもいいかもわかんないです。あとこれの設置場所、ちょっと、ま、話が飛んだりしてますけど、これね、結構動作してるとすごい熱くなります、本体ね。本体と、あとカメラ部分、ね。カメラは外につけるんで問題ないと思うんですけど、これすごく熱くなるんでね、ちょっとそのあたり配慮はした方がいいかもわからないです。まあ、一応これだけちょっとさっきご紹介しました。で、カメラがね、フロントとリア、ね、ついてます。こんな感じで、ね。で、矢印がついてるんで、これが一応上ね。上になりますね。ただまあ実際ちょっとだけ微妙にこうどっちかにずれてることあるんで、あのスマホね、また後で紹介しますけど、アプリを接続して、映像リアルタイムで見れますから、それで微調整はねしてください。カメラね2個で、カメラのステーがね、ステーはね、まあ、ちょっと後ろと前、どっちも同じステーなんで、あれ、もうこれだけで紹介しますけど、1個だけね。まあ、簡単なやつですよ。こんな感じ。六角で、ここのとこ止めるやつね、これね。で、上からカメラを挟み込んで、ボルトね、ネジもついてますから、これで、ガチャンとこう止める感じになります。こんな感じ。両面でいくね。はい。まあ、簡単なやつです。あとは、まあ、あの、この結束のね、なんていうか、バンドね、こういうのが入ってたりします。で、あとは、カメラに関しても、延長ケーブルが2本入ってます。こんな感じのケーブルですね。同じ長さですね。同じ長さのケーブル。ちょっと測ってみましょうか。ね、で今回のやつ、これはモニターレスなんで、皆さん多分シート下に入れることがね多くなると思うんで、延長ケーブル一応このコネクターの一応この部分から落とす。先からいきませんね。コネクターのこの部分から測って、どのくらいなのかな。あ、ちょっと足りない。大体ですよ、大体ね。6789 95くらいですかね。6789090、まあ95ちょい、ね、95センチくらいの長さがあります。だからまあこれさっき言った、まあ要するに1メーターのケーブルってことなんですよね。が2本入ってます。だからまあ、バイクの真ん中にね、本体をこうシート下に入れたとしても、前と後ろ、まあ十分いくと、足りますよね。で、これが、紐ほどいてませんけど、バイク走ってて何か事故が起きたとか、事故を目撃したとかっていう時にボタンをピュッと押すと、その、記録してる、その時の動画が、保護されるロックされるね、ようなボタンになります。普通だったらループ録画で、上書きずっとされていくんで、それを保護する、ものになります。あとは、電源ケーブルね、です。これは、まあ、基本バッテリー直で、こういう、なんていうんですか、Y 字というかクワ型というかこういうケーブルでなってますね。赤と黒。このみ、これと、これちょっと説明書見ないと分かりませんが、多分この黄色がね、アクセサリーかな。多分。だと思います。ちょっと後で見ますね。
であとは、一応ねこれ USB から電源取るようなケーブルも入ってます。これはね確かねちょっと今説明書はあんまり見てませんけど、あの試運転家でこうあのちょっと試しで電源入れてるような時に使うやつなんで、あの常時バイクに接続してやる分にはあまり推奨してないって前書いてたんで、多分今回も同じだと思います。基本はあのバッテリーから取ってあげるとか、あのあリレーかましてアクセサリーっていうか、あの常に電源がいかないような感じでもいいと思うんですけどね、でアクセサリーから電源取るような感じでいいと思います。であの説明書は日本語対応全部ちゃんとしてくれてて、この部分ねここかね、この部分書いてますよね、これね。やっぱ黄色がねアクセサリーですね。赤と黒がバッテリーね、プラスとマイナス、赤が、プラスですね、黒がマイナス、っていう感じの、ものになってます。はい、ね、マニュアルだからしっかりね、このメーカーさんはすごく日本に対しての対応をしっかりしてくれてて、まあ製品の保証とかいろいろ紙も入ってますけど、あの普通ねこういうのってなんかいろんな言語で書かれて一冊になってることが多いんですけど、もう全部こう丸々一冊全部日本語っていうね、だから情報量すごくこれだけでもあるって、結構なんていうか海外のメーカーさんの分って、なんていうか、あんまりこう説明書がちゃんと書いてくれてないのは多いと思うんですけど、これはまだしっかりして書いてくれてる方だと思うんでね、これもいいとこですね。日本の対応すごくいいです、このメーカーさん。で、あと、こんなシールもついてます。一応貼られる方がいてたらね、多分夜間ちょっと反射、ちょっとキラキラしてますね。で、入ってるものはこのくらいです。で、あとはもうね、ちょっと、今ちょっとね、電源だけ入れましょうか。アプリの説明だけちょっとしておきますね。実際貼った映像をね、見ていただくのが、あとはもう一番だと思うんですけど、とりあえずは、アプリの方だけはね、今、ちょっと見ていただいて。